武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は東邦大学医学部の、科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、時間60分、まあ2科目で120分ですね。で、大問が3題出題されており、その大問の中で小問が、かなり大量に出される形と、なっています。まあ、大問の1で、小問集合がまあ20題程度2016年には出て、おりますので、まあ、トータル30問、以上出てくる形ですね。なので、まあ、非常に問題数が多い、まあ、40問ですね、2016年だと。なので、かなり解く、量が、多くなっています。で、まあ、それに対して問題の難易度だったり、構成はっていう考えると、計算問題、知識問題それぞれ、出てきておりますが、一個一個の問題の難易度はそこまで高いわけではありません。まあ、一通り、標準的なものが仕上がっていれば十分対応できますので、中心となってくるのはその、まあ、例えば学校で配られるセミナーだったり、まあ、市販されている参考書は例えばリードライトノートだったり、ああいった参考書のレベルを、まあ、一通り網羅できている。でプラスアルファでできればマーチレベルの参考書、だったり、まあ、例えば科学の新標準演習などですね、あちらの、などのように問題数が多い問題集で、まあ、一通り網羅しておくとかなりやりやすくなるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、計算だけでも知識だけでも、解ききれる問題ではないので、全部にはまんべんなく、できるように仕上げておきましょう。で、まあ、問題の、作りとしてはマークシートで全て出されている、分ですね、まあ、だからいっぱい出していいだろうみたいなノリのところが結構ありますので、まあ、解くスピードっていう部分は非常に、重視されるかなというふうには思います。で、問題数が多い以上、その苦手分野があると非常に、苦労しますので、まあ、そこで取りこぼすことがあると、まずいので、全分野しっかり、まんべんなく仕上げるように心がけてください。で、まあ、極力その上のレベルをどんどん上げていくというよりは、同じレベルで問題数よりいっぱいこなして、どんな問題出ても対応できるようにってことを意識して学習することを心がけましょう。以上が科学の勉強となります。